はい、どうしくです。セラです。ジョンです。ソダマです。今日の企画はありがたい女性。ありがたい女性、ツイッターのありがたい女性っていうアカウントを見つけたんですけど、最高、面白いね。めちゃめちゃシュールなアカウントなんですけど、例えばね、笑うときに肩に寄りかかってくる女性とか、はいはいはい、ありがたい、ありがたいねっていうね。好きなタイプを話すと、私じゃんと返してくる2つ上の女性みたいな。素晴らしい、ありがたいね、ありがたいな。日常に潜んだ、まあ微笑ましい、ありがたいな、そういう女性をね、僕らもちょっと出していきたいと思います。それではやっていきましょう。ちょっといいですか、はい、新企画なんで僕はこういうテンションでちょっと合ってるかどうか分からないんです、はい、分からないんですけど、はい、金木犀の香りでテンション上がる女性。ありがたいなぁ。合ってます。ありがたいですね。これですね。めちゃめちゃありがたいです。ありがたいですよね。ちゃんとこうべたりと。ありがたいなぁ。安心安心。ありがたいね。ありがたいね。ありがたいなぁ。はいはい。つい方言が出ちゃって恥ずかしそうに照れる女性。ありがてぇ。ありがてぇ。ありがてぇ。これありがたいよね。なるほど。楽しいし楽しいよ。ありがたいね。ありがたいんすよね。こんな何々ちゃんねっつって、かわいいな。かわいい。ありがてぇ。ハンドが難しいとか言ってありがたいですからね。そうやな。珍しいってこと。貴重な女性やから。はいはいはい。コンビニで480円ですって言われた後にやっぱり肉まんもくださいって言っちゃうダイエット中の女性。ありがたい。ありがたいね。ありがたいね。それありがたい。かわいいな。やっぱりもう会計終わってんのにやっぱり肉まんもくださいって言っちゃう。はいはいはい。かわいい。ただいまと同時にハグに駆け寄る女性。ありがたいね。めちゃめちゃありがたいです。めちゃめちゃありがたい。わざわざリビングから玄関に来るっていう。めちゃめちゃありがたい。ありがたいね。さっきのソータルのやつちょっと近いんですけど、コンビニのレジの前に置いてる大福買っちゃうダイエット中女性。ありがたい。レジの前に置いてる大福に出らない。あれも誘惑だったよ。そう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 。あの完全に商業の罠やもんな。絶対食べたくない。普通に普通にやったら買わない。あそこに置かれてるから買っちゃう。そうなんよね。ついでにこれもって言っちゃうと。そう言っちゃう。よく急に素直なことありがたい。ありがたい。ありがたい。いいですか。はい。寝起き5秒で抱きついてくる女性。ありがたい。ありがたい。ありがたいな。あったかいのよ。あれは。あったかいからな。なんだったけんな女性ってのは。こんなね眠いのにねすぐ来てくれるからありがてえな。はい、はいはい、これ最近実際見たんですけど、はい、ジュースこぼしてできたシミを見て、うん、水玉模様かわいいねって姪っ子に言う女性。ありがたいなー。ありがたい。子供こぼしますから。はいはい。めちゃ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 って当たって、あ水玉模様できて可愛いねって言って怒らないんだね。そうそうそう、怒らない。これは素敵だ。ありがたいね。不機嫌にならんもんな。そう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 、みんなもみんな微笑み。ありがたいわ。ありがたすぎて今の和田さんの顔がありぐらいに見えたもん。これが言ったわけちゃうねん。名古屋かで久々の外食でチェーン店なのに嬉しがってくれるやつ。ありがたいね。こんなキャッキャしてくれるやん。鳥貴族でこんなキャッキャしてくれるやん。ありがたいよね。気楽やわ。気楽。ありがたい。本当にありがてえわ。はい、地震のたびに大丈夫と言ってくる。ああ、ありがたい。母だ。母だ。何回何回キュンキュンさせてくれよ。女性かな思うたら母かよ。女性だけど、しっかりありがたいやつ出してくんなよ。ありがとう。ボもありなのね、女性って言ったら。ボもあり。ボもありですよ。ボもありなんかい。ボでいいならいけるな。ずれるずれる。ずれんぞ、それは大きく。ちゃんとしたら絶対かっこいいのにと頬を膨らませる3つ年下の女性。ありがたい。ありがたいね。3つ年下なんだ。3つ年下なのね。ありがたいわ。年下なのがありがたいな。ありがたいよね。ありがたすぎて、その大事なとこ行く前に反応してる。3つ年下行く前に。ありがたいね。ありがたい。いいですか。はい、監督。男だらけの牛丼屋で一人いそいそと書き込む女性。ありがたいな。ありがたいよね。ありがたい。あの女性ありがてえな。あの暑苦しい中に一人なんか花があるからね。あ、花あるやん。ありがてえ。ありがたいよね。赤坂でお世話になったわ。
ありがたいよな。ありがたい。ちょっと伝えた、ありがとう、伝えれてない。伝えたら変だよ。ありがとうございます。あの、メガネかけたら目がダンゴムシみたいな。ありがたいな。ありがたいな。ありがたいな。可愛いよな、あれもな。可愛いしな。ありがたいよな。ジャンプの少女漫画はもうこういうのでできてるからね。あ、そうそうそう。デキュン系は。そうよ。基本的にこの原理やから。あの、歯を磨いてたら背中にくっついてくる女性。ありがたい。ありがてぇ。ありがてぇんだよな。ありがてぇ。キシリトールが進む進む。歯がキレイキレイ。染み込む染み込むキシリトール。いつもより白くなってる。ありがてぇ。ありがてぇな。はい、ありがとうございます。はい、いただき、会社なんですけど、はいはいはい、あの、遠くの席から口パクで、うん、やがてー、うわ、ありがてー。今、絵浮かんだもん。浮かんだ、浮かんだ。今、絵浮かんだもん、マジで。ありがてーなー。ありがたいなー、それ。ありがたいんすよね。めちゃめちゃありがたいよ。一番大きく出れないっす。ありがてー。入社してその会社やったら入社したいな。そんな会社入社して、なんか、あの、フィット誌のオリエンテーションなんかで言ってくれますね。あの先輩が、あの先輩が言ってくれるみたいな。部署を選ぶ時とか言ってほしいですね。うちの部署に来たら彼女が言ってくれます。口パクでね。口パクで倍率上がるな。倍率上がるね、これは。はいはい、そうだろう。いちいち空に感動して写メ送りつけてくる一つ年上の女性。あー、ありがたい。上なんだ。ありがたいな。上だからね。上だからね。上ありがたいね。上ありがたい。下だな。上だ。ありがてぇ。久しぶりに入道雲が出てるよみたいなやつ。ありがたいんだよな。ありがたすぎ。これちょっと俺だけかもしれないですけど、歯磨き粉を蓋の部分まで押し込んで使い切ろうとする女性。ありがてぇ。ありがてぇ。全然ありがたいよ。全然ありがたいよ。こうやっていくタイプだ。これだけになるやつな。そうそうそう。このジャンコプラスここもへこんでる。ありがたいよ、あれは。ありがたいよ。いいですか。はい。あの、自分より先に次のお酒を注文する女性。ああ、ありがたいな。これもありがたいな。ありがたいですね、それ。僕は弱いんで特にそれありがたいです。こっちも飲みやすいですし。飲みやすいから楽しんでくれてんやって。そう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 。伝わるんですよ。ありがたいよね。いいですか。はい。あの、本当は餃子が好きなのに口が臭くなるからと違うものを頼むじゃん。ありがてぇ。ありがたい。わからないけどね。心の中やましちゃうやな。なんか餃子好き、あ、餃子好きなんやって、行こうや行こうやって、でも、でもちょっと餃子やめとこうかなっていうの、ありがたいなと思って。ありがたいな。別にいいのになと思いつつもね、ありがたいなって。折りたたみ傘あるのに俺の傘に入ってくる同期の女性。ありがたいな。ありがたい。あ、それあるな。ありがたい。傘に入ってんすよね、ちっちゃいバッグの中よく見たり。はいはい。あの、飲み会中コンビニ行こうとしたら私も行くとついてくる女性。ありがたいね。ありがたいっすよね。これめっちゃありがたいっすよね。めっちゃありがたいよ。一番綺麗な二人っきりやから。そう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 、そうだよ。向こうから言ってるってな。コンビニ好きやね。お前は。ありがたいのはコンビニやから。基本ありがたさコンビニで生まれてるっていうな。あの、卵の白身は取っておいて別の料理で使おうと。ありがたい。これはありがたい。これはありがたいな。これ好きやわ。無駄にしないよ。ちょっとこれちょっと好きな人だね。これをやってるだけで。そうそうそう。君だけ使ってな。君だけ使って。どぶれは。君は別で使えるから。ありがたいよ。ありがたい。これ冷蔵庫見てさ、これ何って白身。ああ。そっか。これの中で可愛いな。そうそうそう。大事するやな。大事するやなっていう。ありがたいな。鳥もありがとうっつうんすね、これは。うん。ちょうどか。いいですか。そんな泣くところでもないのに映画で大号泣してください。ありがたいね。ありがたい。ありがたいわ。あれ可愛いよね。あの映画で横パッて見たらさ、あれここまだそんなとこじゃないからな。号泣してね。もうすぐ来るよ次のやつ、ちゃんとしたところみたいな。もう泣いちゃってるっていうのはありがてえなっていう。可愛いな。可愛いな。制作陣もありがとうって言ってます。あ、そうやな。それはそうや。その入り方だ。
いいですか。はい、あの玉ねぎって泣いてる女性。ありがたいな。ありがたありがたありがたなんでだろう。ありがたいよね。ありがたいすっごい年感じるよね。ありがてってなんでありがたいか分からんな。ありがたいけど水につけとけばさ、泣かなくて済むんだけどさ、つけないのよ。でもありがてえんだよ、それが。泣きにくいんだよ、ありがてえ。口呼吸でしたら泣かないらしいですね。あありがてえ、すごい情報ありがてえ。その情報ありがてえ。ありがてえ。目覚まし電話で二度寝したら怒るよって言って絶対怒らない女性。ありがてえ、これあるよな。めちゃめちゃある。ありがてえ。ありがてえ。二度ありがてえ。確かにね。はいということで。はい。ありがてえな。ありがてえな。ありがたかったですね。落ちてんないろんなところにありがてえが。こんな落ちてるんですね。ありがたさって。改めてね。感じたねありがたさを。気づかされる女性に僕らは感謝してますと。はい。というところですね。はい。そうですね。はい。ということで。ありがとうございました。ありがとうございました。